私鉄は日本国有鉄道38年史、 JGR から JR へ、日本国有鉄道誕生から解体までを振り返る第2話ということでね、お話をさせていただくことになります。しばしお付き合いの方よろしくお願いいたします。今回2回目になるんですけども、今回もですね、第1部のね2話目ということでお話をさせていただくことになります。と言いますのが、食品輸送ねと会うとか、鉄道公安官のね話、少しそういうのがねちょっと漏れてましたので、追加というかね、追記させていただく形でね入れさせてもらっております。3回目からですね、戦後の混乱の国鉄誕生前ということでね、GHQ からのねそういう指示だったとか、そういう話もね出てくると思いますので、今回はねその連弾ということで、ご覧いただければと思います。石炭危機とね、列車の大幅削減ということで、もう話は多少連呼するんですけど、前回の話からね。終戦直後のですね、国鉄の混乱っていうのをね、改めて見ていただこうと思います。特にですね、終戦後にはですね、石炭危機っていうのが出てきたわけですね。戦時中は、月産でね、411万1000トン誇った出炭量ですけども、戦争末期から減少を始めてね、昭和21年10月には54万5400トン。11月には51万9800トンというですね、戦時中の 12.5% ね、1割強にまでね、減少してしまったというふうに言われています。この原因はね、ここに書いてるんですけども、当時は内地人と言われたようにね、日本の領土だとしたので、台湾であるとか、朝鮮、韓国ですね、韓国、そういう人たちがですね、雇ってね、石炭を掘ったりとかしてたわけですけども、そういう人に帰ってしまったということや、あと勤労奉仕隊、いわゆる学生の勤労奉仕ですね、そういう人たちの解散、他に最短住民の不足とかね、他にもね、やっぱりこう職場放棄もあったみたいですね。外国人っていうか朝鮮台湾人の人たちの職場放棄ももちろんでしたし、一般の人もそうでしたかもしれませんけども、戦争終わったね、そんなやってるかみたいな感じでね、こう職場放棄しちゃった。そういうのもあったみたいです。そういうことからですね、石炭の出炭量というのがガタンと下がってしまうわけですね。で、国鉄ではですね、昭和20年の12月頃からね、影響が出始めました。国鉄の場合は大量にね、石炭を消費する。しますので、半期半期にね、石炭をこう大量に購入するわけですけども、その大量に購入する石炭がね、やってこない。足りない。なってくるわけですから、どうしようもないですよね。で、12月5日にはですね、上越の急行列車の一部を運休する措置を取ったほか、ね、同日、東京名古屋鉄道管理局職員、当時は、ね、管理局で言いませんでした、東京鉄道局、ね、の職員540名がですね、石炭不足の対処のために、常磐炭鉱にね、出港したっていうような、そういうような記録もあるそうです。ここでいう東京鉄道局っていうのはね、今まで大体こう運輸局とか、ああいうふうなイメージ、使っていただければいいかなと思います。そういう人たちがですね、現場に赴いて、作業をしたというふうに言われています。さらにですね、翌日には、東海道函館本線でも石炭不足のため、一部運休に追い込まれるとなってですね、12月15日には、ついに旅客列車を 50% 削減、貨物列車も 31% 削減というね、そこも追いやられたそうです。で、輸送力が最低だった昭和20年6月以下にね、低下したというふうに言われています。で、政府は商工省の外局として石炭庁を設置し、動産に努めることになりましたが、石炭庁は改善せず、ダイヤ改正をね、余儀なくされることとなりました。政府はですね、石炭の動産体制を図るため、閣議で北海道産の動産目標とする石炭非常時対策を決定、単価と賃金の引き上げ、食用の確保などの、ね、政策が取られましたが、国鉄の輸送事情は好転せず、国鉄における石炭事情が改善するのは昭和24年に入ってからで、1月15日にはダイヤ改正を実施、奥羽本線、上越線、中央本線で運休中の急行、準急、普通列車等が復活していますと書いています。ただですね、この時の昭和24年の改正の時にですね、石炭の不足もありましたので、速度を下げるね、ダイヤ改正も行ったそうなんですね。当然そうですけど、何でもそうですけど、速く走ればですね、車のガソリンをたくさん使います。逆に、携帯速度と言われているね、速度でゆっくりと走ればですね、ガソリンもね、そんなに使わないっていうふうに言われてますけども、それと一緒で、
機関車もですね、当然のことながら高速運転をすれば、それなりに石炭を、まあ、使う、貯金会社ね。で、その代わりですね、まあ、言うてない経済速度ね、ある程度80キロ、80キロ、60キロで、淡々と走っていればですね、そんな大きな力を必要とせずにということで、石炭もね、そうたくさん消費しないということで、まあ、石炭をね、あまり消費しなくて済むようにということで、速度をね、少し落とした。そういうのがあったそうです。で、この改正はですね、実は昭和31年の11月19日、殿下にお話しましたように、東海道本線がね、全線電化になったんですけども、その年のダイヤ改正まで約10年間、触られなかったそうです。逆に昭和31年の11月19日の改正で、昭和21年にスピードダウンさせた、ね、ダイヤをやっと復活できたというふうに言われています。石炭輸送以外ですね、もう一つは福音輸送とね、貨物輸送ということでね、お話をさせていただこうと思います。特に福音輸送というところについてね、お話をさせていただこうと思うんですけども、福音輸送はですね、昭和20年9月からね、まあ、開始されたというふうに言われています。終戦直後とね。で、帰国のための港っていうのは別にどこでもいいよっていうわけじゃなくて、伊東、浦賀、横浜、名古屋、田辺、これ聞いた辺ですね、舞鶴、堺、大竹、宇品、呉、仙台、博多、佐世保、別府、鹿児島、ね、これが指定港となっていたそうです。で、まあ、輸送力の関係などから、まあ、九州地区のね、引き上げ船の、主たる玄関口となったようで、一覧表をね、次のページ作成してみてるんですけども、まあ、それをですね、後でご覧いただこうと思います。昭和20年のね、交通年間をもとに、まあ、引き上げ者数のね、表を作ってみたんですけども、これを見てますとですね、博多が一番多くて、まあ、その次にね、佐世保が目立ちます。佐世保はね、裏津港、ね、早野崎の駅が最寄り駅になるんですけども、ここからね、まあ、臨時列車が運転された。まあ、早野崎発ね、上野行きなんていう列車もあったそうです。ね、この辺をね、後でまたじっくりとちょっと見ていただこうと思います。特にですね、博多港ではなくて、浦賀港のね、昭和21年4月の受け入れ者が多いのは、実は船内でコレラが蔓延したことから、まあ、浦賀港をですね、コレラ貿易対策港として指定された。これが理由らしいです。ただ港に入船予定の船もね、船内でコレラが発生すれば、全船ね、浦賀に改装最後になったということで、まあ、そういうこともあってですね、浦賀港っていうところがね、どーんと跳ね上がっている。松江市の表を出てきますのでね、ご覧いただければと思いますけども。まあ、そういうですね、まあ、こういう国鉄ではね、こういう引き上げ機関車のためにですね、昭和20年11月から臨時列車がね、運転されたそうです。特に九州中間のね、列車としては、定期列車が9往復、不定期列車が19往復が運転されることになったっていうふうに書かれていますけども、まあ、昭和21年の7月からは、まあ、南方およびね、中部太平洋方面の引き上げが大半完了することになったため、福音臨時列車4往復が削減作業になりましたっていうふうに記録は残っています。で、特にですね、博多もそうですし、九州はですね、まあ、南洋からの、ね、船、それとあと中国、満州ですね、からの引き上げ船、これが非常に多かったみたいです。で、まあ、それらのね、列車がドーンとこうね、その2つの、港に主にやってくるわけですよね。もちろん前鶴で入る船ももちろんありました。はい、引き上げ船のね歌もありますけども、前鶴来る船もありますけども、結構多くがですね、長早野崎であったりとかね、浦賀港であったりとか博多に入るということで、その専用列車がですね、まあ、走っとったというのをね、事実は歴史として残っています。こちらのね、表、ちょっとまあね、こんな表見たくねえよと思われそうなんですけども、まあ、これがですね、一応昭和20年、昭和21年の引き上げ者の、引き上げ人数をね、記録した一覧表になります。まあこういう表だけをボーンと見せられてもね、正直言って、ね、思われること多いと思うんですけども、一つのね、学びとして見ていただければなんて思います。で、ここでですね、先ほど申し上げたですね、佐世保がね、昭和21年の、4月からね、5月にかけて、ドーンと増えてます。
4月が9万8000人ということで、博多よりも多いですね。で、5月も11万2000人ということで、これも博多にほぼ匹敵していますけども、これはですね、先ほど申し上げた通り、コレラがね、船内で発生した。まあ、そういう場合ですね、すべてその、裏図工ですかね、そちらの方にですね、集約するというか、そこへね、入港させる。まあ、それがありましたので、こういうふうにね、佐世保がボーンと盛り上がっているということになります。まあ、その辺をね、まずこう、見ていただければね、いいのかなと。まあ、そういう見ていただくと分かるんですけどね、他のね、指定された港はありますけども、そんなにね、たくさん引き上げ者がね、そこから入国したって感じじゃないんですよね。だから、舞鶴なんていうのはね、歌なんかでも、ありますけれども、意外と少ないんですよね。昭和20年の10月に8600人、11月に2100人ね、ほど。翌年は21年の4月が400人、6936人、6月3万人、7月がちょっと遅れ、6万7000人、ね、今日、6万7000人ほどですね、8月が4994人ということで、意外とね、少ない。逆に博多とかね、佐世保、この辺がやっぱり、ね、すごく多いっていうのはよくわかると思います。でそこでね、先ほど言ったように、まあ、臨時列車がですね、引き上げ列車ということで運転されるわけですね。こちらの方はですね、鉄道福井輸送と貨物輸送のコラムということでね、書かせてもらった分の全てをね、全文を上げさせていただきました。というのがですね、もともと本に書く出版する予定だったんでね、原稿だったので、まあ、そういう意味でですね、時々ね、こういうコラムをね、挟んでいこうということで、その指示も受けまして、まあ、コラムを書いておったわけなんですね。その内容なんですけども、まあ、これ読んでいただきますとですね、わかるんですけど、昭和20年8月の14日、日本はね、ポッタム宣言を受け入れて、昭和16年12月8日から始まった米英との太平洋戦争、まあね、日本的に言うと大東亜戦争ですけども、まあ、終わりをつけることとなりました。戦後の国鉄輸送は過酷で、機関車、電車、ね、客車の約2割をね、戦争で失い、残る車両も約半分ほどはね、老朽化、もしくは破損、故障等の不具合でね、比較的程度の良い車両っていうのは占領軍が接収している、まあ、そんな状況でした。ですので、日本人に残された車両というのはですね、どこかしこ故障している、ね、どこかしこが壊れている、そういう車両がですね、走っとったわけですね。で、そういう中でですね、福音輸送ね、先ほど申し上げた、国外からね、福音、そういう人たちだとか、例えば、疎開していたね、人たち、国内で学生と子供たちが、児童がですね、こう、田舎に疎開していた、そういう人ね、子供たちが帰ってくる、まあ、そういう疎開して輸送もしないといけない。ね、もちろんそれで外地からの福音輸送もしなくてはいけない。それに先ほど申し上げたとですね、連合軍、要するに、ほとんどアメリカ軍ですけども、連合軍の軍事輸送もしなければいけない。他にですね、実は第三国人、まあ、要するに朝鮮人とか台湾人、こういう人たちはね、戦後は第三国人になってアメリカ人に言うわけですね。日本人でもない。ね、そうかって言うて、まあ、朝鮮は当時まだ、当然そうです。朝鮮も台湾はまだ独立した形になってませんから、当然そうですけども、第三国人なんて言い方をしてました。で、こういう人たちはね、帰国したいという人はね、買い出してあげるよっていうことでどんどん買い出すわけですね。ですので、第三国人の機関車輸送事業っていうのも当然行っていました。で、このいうふうな、同時にね、同時並行的にですね、そういう、まあ、輸送をしなければいけない。ね、それなおかつですね、車両がもう何もない。ボロボロでどうしようもない。そんなね、状況だったということで、当然輸送状況はね、過酷を極めて、定員の3倍近くの乗車って当たり前だったそうで、まあ、貨車をね、代用客車として使った。まあね、私の母親なんかもね、そういう話は聞いたことありますね。貨車がなくてね、赤車やったら客車がなくて、貨車でね、貨車に乗ってきたみたいなね、ことを聞いたことあります。私の母っていうよりも、母親の姉でしたかね、満州行ってましたんでね。で、満州から引き上げてくるのですね、まあ、非常に過酷なね、まあ、体験をしたわけですよね、当然。まあ、だから、男装してですね、男の格好をしてですね、まあ、女性らが襲われるんでね、男装して、日本にね、戻ってきた、なんていうね、話もね、聞いたことがあります。まあ、その中でですね、先ほど申し上げました通り、昭和20年の10月からですね、福音輸送も始まるわけで、ね、
長崎県の針尾島のね、ウラズからその引き上げはね、博多に次いでは2番目に多く、中国、東南アジアからね、福音市は濃い到着したそうですって書いてますけども、これは、まあ、最寄りで言うと早いの先の駅になるわけですね。で、ここからですね、約6キロの道のりでね、先ほど申し上げた次に、ウラズ港から、まあ、早いの先までね、歩いて、で、そこから、まあ、線路用列車に乗ってですね、まあ、帰っていったという感じですね。で、約5年ほどね、まあ、引き上げが完了、わずか約5年続いたらしいんですけども、ここからですね、多くの引き上げ列車がですね、出発したというふうに言われています。まあ、早野崎って駅ね、まあ、本当に今も無人駅のね、小さい、今も当時もそんな大きな駅じゃなかったと思うんですけど、小さな駅ですけども、まあ、ここがね、言ってみればもう本土への入り口、ね、まあ、日本のね、帰ってきた人たちにとってですね、初めて踏む日本の土地、まあ、そんな感じになるんですよね。そこから初めて乗ればですね、もう言うてみれば風車で帰れるんだというね、そういう列車だったと言うと思います。だからですね、この特に8012列車っていうのはですね、上野行きということでね、東京駅から、ただ今までこの東京湘南新宿ラインと違って、上野東京ラインですかね、ありますけども、あの線路、まあ、当時はね、回送線になっとったんですよ、もともとね。回送ということで、基本的には使ってなかったんですけども、まあ、GHQ が使えということでね、まあ、使うようになって、その線路を利用してですね、東京駅からね、上野まで、列車をね、走ったみたいですね、これで行くと。で、もちろんですね、上野のとこまで行くっていうことはですね、逆に言えばですね、この列車は、そのまま、さらにですね、上野駅からですね、東北方面へのね、帰る人たちの列車だったんかなっていう気がしますね。で、まあ、言うてみれば、6時25分に上野へ着けばですね、ほんならさらに上野からね、東北本線だとか、奥羽本線だとかっていうのに乗ってですね、封鎖といえば帰れる。ね、そんな列車だったんだろうなっていう気がします。あとの日本の列車はね、東京止まりなんですけども、この1本だけがですね、上野まで行くっていうのはですね、まあ、そういったね、使命を帯び取ったのかなっていう気がしますね。はい。で、これはね、当時の時刻表を参照してね、アップさせていただいたわけですけどもね、本当にね、これ考えるとすごいですよね。早野崎を3時40分に出るんですけど、大阪でね、ちょうど24時間かかってるんですよ。ね。3時2分ですからね。まあ、それ3時、3時5分出発ですから、まあ、ほぼ24時間ですよね。で、そこからさらに、朝の6時ですから、15時からね、6時で25時。じゃあ24時、6時、30時間か。だから15時間かけて、同じようにね。かけてまだ上野まで行くというね、まあ、考えたらすごい長い時間かけてですね、旅が続くわけですよね、これ。まあ、本当にね、当時のね、ご苦労が浮かしのまれます。一応これは最後の章になるんですけども、国鉄はですね、犯罪がね、やっぱり戦後の犯罪、これ非常に多かったっていうことをね、少しお話しさせていただこうと思います。まあ、やっぱりこう戦争に負けたっていうことをね、精神的な緩みっていうかな、そういうのもあって、それまでね、秩序立てた日本の、まあ、治安、ね、国の治安、そういうのが一気に崩壊してしまったわけですね。で、鉄道の中におってもですね、やっぱりこう、事件っていうのはね、日常茶飯事だったそうです。これちょっと左側にね、そう数字の図になってるんですけども、強盗、窃盗、暴行とか書いてますけどもね、23、25っていうのは、これ年度を表してます。で、これ見てますとですね、強盗がですね、83件とか、まあ、24件以上少ないんですけども、まあ、47件、54件ということでね、まあ、23年後は83件も、車内ですよ、これ。列車内ですよ。列車内で83件も強盗事件があったってね、考えたらすごい話、ひどい話です。で、24年はちょっと一気に減ります。で、同じく窃盗はですね、23年が1万2千件ね。で、24年は2万2千件というのも全然減ってないですよね。で、さらに24年は4万件、26年は5万6千件ということで、どん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 増えてます。
逆に強盗とか凶悪犯罪は少し、ね、減ってくるにしても、窃盗はどんどん増えていくよね。窃盗ってすり、置き引き、それらさしますんでね。まあ、いかにですね、治安が悪かったかっていうのはね、わかるかと思います。まあ、他にもですね、社内暴力ということで、暴行とかね、詐欺なんていうのがありますけども、こういうのも増えてますよね。あと、恐喝、ね、横領。まあ、そういうことでですね、まあ、かなりね、どん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 増えとるわけですよ。で、検挙率がですね、まあ、どうしても 20% 前後でこう推移してるんですね、検挙率でいうと。横、右側はグラフにしたんですけどね、21%、24年がちょっと成績良くて 27%、ね、その後また26%、24% ということで、24年はちょっと良いんですけども、そこから先に徐々に下がっていく、そんなね、感じ。で、こうした状況を受けてですね、私は21年には最初はね、車掌にね、警察権を持たせるんですけども、車掌に警察権を持たせるだけでは十分じゃないということで、まあ、昭和22年ではですね、鉄道公安官という制度がね、誕生したそうです。最後その辺のね、宣伝になるんですけども、姉妹ページでね、鉄道公安官シリーズっていうのをね、展開しております。こちらの方を見ていただくとですね、鉄道公安官がね、どういう経緯誕生したのかっていうようなことをね、詳しく書かせてもらってるんで、ぜひね、合わせてご覧いただければ幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もね、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。